マリサー。マリサー。大変だよー。ふむ、というわけで前回の地震の速報の続報なんだぜ。まず、これを見ているみんなとりあえず無事で何よりなんだぜ。いや、無事とか言えないでしょ？何言ってんの？とりあえず、生きてて初めてそういうことを語れるんだぜ。今回はまず、現状の把握と火事とあとそれに、デマについて少しだけ解説していくんだぜ。というわけで、まず早速なんだがこちらを見てほしいんだぜ。現在大津波警報が出されています。すごいことになってるね。地域の皆さんは高台に命を守るために一応覚悟はしてはいたが、やはり火災が起きてるんだぜ。そして先ほど地震で震度6強を観測しました石川県の輪島の映像を上空からご覧いただいています。黒い煙が渦を巻いているのがお分かりになると思います。画面の中央ですが、一棟だけではありません。今閃光が走りました。爆発のような大きな炎の柱が今上がっています。高さはそうですね、左にあります、民家が2階建てですので5階から6階ほどの高さにまで炎が上がっているのがお分かりになると思います。黒い煙がもくもくと上がっています。画面の中央ですが、住宅が一棟だけではありません。何棟か延焼しているのがお分かりになると思います。古い住宅、木造の住宅が密集している地域です。先ほど震度6強を観測しました石川県の輪島市、このように火災が起きている地域があります。さらに午後4時6分には震度5強の地震がありました。そこから1時間半の間に震度5強以上の地震が5回起きています。建物が弱くなっている可能性があります。倒壊の恐れもありますので、ぜひ注意をしていただきたいと思います。とまあ、今みたいに火災が起きてたりするんだぜ。なんというか何とも言えないもどかしさがあるね。こればかりは現地にいないと何もできないからな。だけど、現地のむしろ邪魔になるかもしれない出来事も起きてるんだぜ。いやいやいや、これすぐに助けないといけないんじゃないの？さて、どうだろうか？どういうこと？なんじゃこりゃ！どういうこと？本当に、助けが必要ならもう100我々が悪いが、果たして本当に助けがいるような潰されて緊迫してるような人がましてや、一回も使ったことがないツイッターでアカウントを作って助けを求めるか？確かに。東日本大震災の時もあったが、ライオンが出たとか、デマが多く飛び交うし、今回の件だと、住所まで載せてそれが本当に正しいならいいが、実際にデマに載せられてしまうと現場の消防なんかの邪魔になってしまうので、拡散するときは注意が必要なんだぜ。いやいやいややわい。ちょっと待って。信じらんないんだけど、こういう時にそういういたずらするばっかじゃないの？そうだな。だけどこればっかりはバカは死ななければ治らんとも言うんだぜ。そして現地では今こんな感じのことが起きてるんだぜ。お家が全壊で倒れてしまっています。避難所に向かおうとする車と、なんかちょっとパニックになってます。高台にみんな行こうとするんだけど、途中の道路がダメでひどいことになってるみたいで。道路ダメなの？錯綜していて。そうだぞ。みんなパニックってます。冷静になれるように祈っていてください。現地ではこんな感じで道路が使えなかったりするんだぜ。こんなん車無理やん。そうだぞ。そして現地では今凄まじい寒さと風が来てる。一応コメント欄などにいろいろ書いておいてくれると助かるが、新聞紙を着込んだりカッパを着るなどでもかなり暖かいんだぜ。また何か進展があれば続報を出すが、皆さん命を大事に、なんとか今年を生き抜くんだぜ。そして現状を書くと意外と落ち着くもので、もし見たら現状のいろいろを書いてみると気持ちが落ち着くかもなんだぜ。